オーブを一つにすると99日の闇が訪れ、100日目の朝に光を取り戻す。そしてオーブを一つにした者が次の時代の覇者となる。今度の戦はかなりの対戦になる。金は良くてもその分リスクがでかい。光に生きる者闇に触れるべからず、闇に生きる者光に触れるべからず。大事なものを失う苦しさ、お前たちも味わうがいい。そなたたちは選ばれし者、光の加護を与えます。99日の闇が近づいている。あ、太陽が2つになっちゃった。インビ、インビ、うわあ！神よ、これがあなたの意志なのですね。